大学生の時に僕サイドバックやってて、でその試合たまたま負けてたのでスローインを投げたら、今ほどではないですけど飛んだので、自分の武器にしようというふうに心がけましたね。やっぱ周りの選手は投げれない中で自分が投げれるっていうのは他の選手にないものを持ってるので、チームで活かせるようには考えてます。まあ、ボールと手が離れるタイミングではありますけど、まあ、軌道によってはずらすことはあります。まあ、ふわって投げるボールに関しては早めにボールを離すだとか、ちょっとライナー性だと少しだけ長くボールを持ってから投げる感じです。右手に結構力が入ってるので、まあ、おのずと回転はかかっちゃうのかなっていうのは思うし、回転がかかることによって飛距離も飛ぶですし、まあ、よりライナー性のボールは投げやすくなるので、そこはちょっと意識してるところではありますね。やっぱキーパーに取られないことを一番に考えながらも、ここは相手の弱いところっていうのは見てやってるので、あとはもう感覚ですね。中の選手とのタイミングっていうのは本当バッチリありましたし、中の選手もうまく合わせてくれたので、今までで一番印象に残ってるゴールかなっていうのは思います。どこのスタジオも芝生は濡らしてると思うので、ちょっと濡れてたらちょっと投げづらいので、そこはチームのマネージャーに言ってタオルを用意してもらうように言いました。ある程度ここには置いてほしいっていう場所っていうのは言ってます。いや、もうペナルティエリア付近はもうなるべく多く置いてほしいですし、まあ、ペナルティエリア外だったらまあ少なくでいいので、そういったところではしっかりコミュニケーション取れているかなっていうのは思います。やっぱスローインでも得点に直結するプレーができるってことは自分としてもプラスですし、そこはしっかりプレッシャーをかけれたらいいなっていうのは考えてますね。あとは自分の中でタイミングっていうのを見つければ誰でも投げれると思うので、そこは皆さんにぜひチャレンジしてほしい部分です。